インターネットをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは、こんばんは。おっさんですが、ヤングです。バリバリおっさんです。今日もネチケットに気をつけて頑張りちゃ。早かった、早かった、間に合わなかったかもしれない。ということで今日はね、この漢字をご覧いただいたら分かりますように、はいはい、レオコさんと行いますお便りのコーナーとか、日曜日の、うん、いろいろあります、ね、完全にね、うん、もうあれなんですよ、そのもう演芸賞みたいなことところは、あーそうか、そう、遠く離れてしまっているんですけど、はいはいはい、未だに幕張みたいな話でしたもんね。未だに違うの、一部のコメントに、はいはい、フーミンはまだか、はい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 、フーミンはまだかっていうコメントが、ね、フーミンさんだけ2個ぐらい毎回入ってるんですよ、はいはい、これはね、身内の犯行だと俺は思ってますよ。ふうみさん5時に夢中に出られてましたよ。あ、らしいですね。おうおう、かなりあの長尺でやってたんでしょ、うん、やってたらしいですよ。受けたんですか ね、 かすね、次のお仕事につながるといいですけど ね、 ね、うん、そして一刻もちゃん早くね、うん、ヤングチャンネルのことは忘れてほしい、まあ、T シャツ送りましたもんね。あ、そうですよ、そうです、手切れ金です、手切れ金だからね、そうね、まあまあそういったようなことで、ね、はっきり言い忘れてくれてお便り来てるんですか今日も。お便りね、たくさん来てますよ。あ、いいのあります、はい、まあ、の紹介していきましょうか、はいはい、ヤングさんのキラリンが大好きなトモコトモコさんからお便りです。あー、トモコトモコか、 なんかあーって何なんですか、界隈では分かって知ってる、知ってる人です。あ、そうなんですか、あいつかーってなってますよ。じゃあ私だけが存じ上げてない。あ、そう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 、あの熱烈なラブレターなんですよ。あらら、あ、はい、いつも生配信の時にトモコのためにキラリンくださいみたいな、はい、あー、なるほどね、そっかそっか、有名なヤングオタなんですね。ヤングのトップオタだ、ヤングの TO って言うんですよ。間違ってないです、ね、そうですね、おうおう、ヤングの TO だ、いいですか、はいはい、初投稿失礼します。レオコさん、ヤングさん、こんにちは、はい、いつも両親と共に視聴させていただいています。あ、母と父が見ていたパチンコ番組のヤングさんとマンパスさんを18歳の時に見て以来、ヤングさんの、番組内での真剣な顔と可愛い顔が忘れられなくなり、それからヤングさんが理想の男性となって早17年、すごいすごい、青春を捧げてそんなやったっけ、青春を全てヒロシヤングという男に支えてる。18歳から17年、だからこれ、そんな内情は知らなかった。女性として一番この大事な時期ですよ、うん、ね、お前俺が台無しにしたみたいな言い方やめろよ。なんだ女の一番大事な時期をなんかヤングに捧げて、もう台無しやったみたいな、違うでしょそれは。真剣な顔と可愛い顔、うん、ギャップがね、はい、ギャップがねじゃないんですよ。レオコさんに質問です。パチンコを打つことをいつから気になる男性に話していましたか、うん、また休みなら一人でパチンコ行ってきなよだったり、整体をしているので連絡できなかったりすることが多く、束縛なく包容力を求めてしまいます。贅沢ですか、うんうん、ああ束縛する男がダメってことですね。そういう付き合い方が苦手だっていう話です、ね、はいはいはい、束縛されるのはね。ヤングさん、このトモコトモコさんが大好きなヤングはどうなんですか、束縛するんですか。 あんましないと思いますけど。じゃあその彼女さんがどっかこう行く、どっか遊びに行ってくるねって、誰と何をするとか事細かに聞きますか。聞かんけど、うん、けど行っといでやみたいな。あ、じゃあトモコトモコさんの理想にすごい合致してます、ね、トモコトモコの理想にはぴったりなんじゃないですか。ね、ぴったりですよね。ヤングという男は。そうですよね、だから18の時にこの湧いたインスピレーションが間違ってないし、17年間解けないんやで、魔法が。解けない。しかももしかしたらヤングが好きで自分の好みがヤングになってってるのかもしれないですよね。その自分がそのリアルに求める男性、あ、これやってなったんじゃないですか、この感じやってなったんでしょうね、うん、すごいことだな。でもヤングさんっぽい人って他にいないよ。いない、確かにいない、こんな人が。いや、分かる。だから見つけちゃったらもう沼ですよね。見つけちゃったら沼、沼あの類似品がないから、ああ代わりが効かんもんな。そう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 、そう、あるよそういうとこきっときっとね、うん、なのにパツンってあ、確かに替えがね、替えが効かないはずなのにね、やっぱ2個しかないのに2個しかない、離れていく。やっぱこうついていけないと思う瞬間があるんじゃないですかね。唯一無二だと思って、私ならやれるって多分思うんですよね。でもそこまではってなるんですかね、やっぱなんじゃないですかね。わかんないです、もこともこさんもいざね、ヤングさんとお付き合いしてみたらね、うん、やっぱ私には無理だって、うん、
そこもギャップあんのみたいな、すごい落差が、ね、ありそうですもんね。すごいギャップ、これは無理やみたいなことが、そう思ってたと違うって なるんじゃないですか。まあ、パチンコ打つこと、いつから気になる男性に話してましたかって、うん、いつから話してたんですか。いやでももう知ってる状態からお付き合いが始まってることが。でも高校の時は黙っとったやろ。高校の時はでもその彼氏にパチンコ教わってるから。あ、そうかそうか。なのに彼氏以外一人でも家に行きたいから、うん、それを一人で言ったら問題あるから、一人で川向こうのパチンコ屋まで行っとったやろ、うん、そうなんですけど、まあ、打つことは知ってる段階からだし、 その後大学に入ってからもう打つことは知ってる段階から、うん、まあ、お付き合いに発展すれば、してるので、お付き合いに発展して実は私はないってことやね。そうですそうです。ああ、はいはい、だそのパターンがないんですよね。なるほどなるほど。そのパターンだったら言う、知ってても頻度を隠してたんで。ああ、そうかそうかそうか、うん、3回に1回ぐらいしか言わんとか、そういう感じとか。じゃあもうほぼ言わない。言ってることは言わない。おう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 。熱出て遊ぶのキャンセルして、あ、ごめんなさい、ちょっと熱出た、寝てしんどいから今日遊びに行けないねって言ってパチンコ屋打ちに行ったことあるんで。あ、それやで。だからやっぱ男を自分よりパチンコ取られるとカチンってくるんやって、うん、そうですよね。それで家にそのポカリとか持ってこうとしてるの、前どこにいるんだみたいなんで、お熱出てえらいしんどいっつっとんのにな、お前どこにいるんだって電話かかってきたことありましたね。なあ、ほんとなあ、中森明菜の議事さん中にそんなメールが来たりする。マジで中森明菜なんですよ。マジでだからちょっとわからないです、これに関して。ヤングさんもだってそう、もう広志ヤングだって見バレしてる段階からですもんね。何かなるとしてももう、まあ、広志ヤングになって23年になりますからね。そうですよね、うん、長いですもんね。そう、広志ヤングレッキー、広志ヤングレッキー、長いですもんね。もうすぐ四半世紀やぞ。そうですもんね。だからあんまりこの問題に直面したことがなくて、うん、ない、あ、ないよ。だって、うん、あ、究極仕事やからって言えるから。まあ確かに、うん、そのそうね、パチンコ屋さんの空気とかもう知るのも大事じゃないですか、うん、現場に足を運ぶというか。それはもちろんそうだ、うん、答えようがない。私はそれよりやっぱ18の時にヤングを知って17年を押してるっていう、こっちの衝撃ですね。TO ですよ、TO ですね、本当に TO ですね。最近覚えた言葉を使えたから。トップオーターには何をあげますか。え、シールをあげますね。はい、トモコ、トモコにはシールをあげます。ありがとうございます。貼ってください。じゃあ続いてお願いします。ちょっとまたですね、はい、ちょっとヤングさんに関する投稿がありまして。え、今日俺かい。ありますよ、いろいろと。ペンネーム、はい、ルンルンさんの。あ、ルンルンや。あ、もう、うん、え、もう存じ上げてるんですか。いや、知らん、それはルンルンや。ルンルンは知らん。ちょ、ごめん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 。なんなんだ。君もルンルンと友達になったんだよねって、最後種配って歩く人おるけどさ。花の子ルンルン。知らない。ごめんなさい。花の子ルンルン知らんの。ごめんなさい。今冒頭。花の子ルンルン知らんの。知らん。ルルルンルンルンルルルンルン。その歌は知ってますけど、今キューベイの真似してる。君もルンルンと友達になったんだね。なんか、ま、契約して魔法少女になるかみたいな話だと。花の子ルンルン。分からない人置いてきますからね。そうですね。これがまたヤングルイとかトモコトモコさんがキュンとしちゃう一面ですね。うん、はい、じゃあいいですか、はい、え、ペンネームルンルンさんのお便りです、はい、え、ヤングさん、リョーコさん、こんばんは、うん、え、いつも楽しく拝見しています、はい、ありがとうございます。ヤングさんに質問ですが、うん、番組の冒頭で、うん、え、高田の馬場のダンゴムシってよく言われてましたが、はいはいはい、なぜダンゴムシなのでしょうか。他の虫でもいいのに、数ある虫の種類の中からなぜダンゴムシを選んだのか気になります。なるほど、よろしくお願いします。正直なところよくわからない。ただダンゴムシってコロコロコロってこうなるやつ、ね、そう、危険が身に及ぶと、うん、くるくる、あるマジのと同じ、こうくるくるくるはいはい、ってなる。確かに、なんでダンゴムシなの。ちっちゃい頃から好きで筆箱の中に入れてたこともあったんですけど、小1とかですよ。今のでトモコトモコさんカエル化現象で、まあそれはそれでないわーってね、なったかもしれないね。トップオーター陥落ですよ。こんな簡単なことでね。しょうがない、それは。ただ、やっぱ同業にはスズムシとカブトムシはもういるんです。確かにそうですよ。虫くんとカブト、だ、私、うん、どっちのことも虫ちゃん虫くんって呼んでますから。俺も虫なんですよ。確かに虫さんか、虫さん、うん、なんか語感がいいのは1個あるよね。あ、ダンゴムシ、ダンゴムシって、うん、って、うん、でもなんかタタタタタンみたいな、うん、な語感で言うとるところはあると思う。あ、でもカブトムシも一緒か、うん、
でも宝の門のカブトムシって言ったら強そうだな。強そう、強そうですね。しかもあのね、うん、僕が一番好きなロックバンドと一緒なんでね、そこはちょっとやっぱ、あ、そうですね、うんうん、遠慮がある。なるほど、カブトムシを名乗るには、うん、あとカブトムシやっぱ黒光りしてるから、あ、テカテカのやっぱオス感出るじゃないですか。そう、ちょっとヤングさんの感じと、角といい、うん、やっぱり、うん、なんか長谷川さんがカブトムシって言われたら分かるけど、おあ、コガネムシか確かにコガネムシだな。角度によって色変わるしな確かに、なんかフォルムも確かに、そうそうそう、そっかそっか、コガネムシですね。タマムシ色とはよう言うたもんや。でもそれを言ったらコガネムシでもよかったんじゃないですか、高田のババの小金持ち。なんかほらお金持ってそうじゃん確かに、なあ、そうなったら確かに、そうですね、牛尾新之助ぐらいが良いやったら小金持ちって言えると思うんですよ。確かに、ダンゴムシ、確かに植木鉢とかこうひっくり返すと、うん、そう、岩とかガンって取ったら、ね、下にいるっていうのがいい、確かにね、なんか地下にいるっていうのがちょっとパチンコライターっぽさは、そう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 、ゲジゲジとかさ、あるわ、ある、うんうんうん、パチンコですから。もっとなんかでも毒気のあるものじゃダメだったんですかね、タランチュラみたいな。高田のババのタランチュラ殺し屋じゃねえんだからスナイパーみたいな、なんかよ、あ、なんかスパイダーマン、高田のババのタランチュラって言ったらかっこいいですよね。危険な男や、近づいたらいけんでなる。まあでもダンスとか五感大事ですよ。で、あれのさ、ちょっと透明みたいなの、ベンジョムシっていうじゃない。あっちでダメだった。でも便所ってな、やっぱあるあんばいがあるんですよ、やっぱ。確かに、そこまで下げたくないとかさ、コガニムシとかカブトムシとかいうのはちょっとおこがましいけど、ちょ、便所虫もちょっと下げすぎじゃないですかって、ね、A あんばいの、しかもなんか仕事振る方も便所虫には降りたくないんですよね。そう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 、依頼来ないよ宝の間の便所虫って言ったらあ、ちょっといいですみたいな、おちょ、サンポール持ってきてってなるから。ちょうどいい塩梅でできたの。ちょうどいい、うん、伊達に名乗ってからやっぱ二十何年経ってないですから。確かに、ダンゴムシ、そう思ったらいいですね、うん、害がないでしょ、うん、害はない、うん、しかもなんか可愛い、ちょっと気持ち悪いかもしれないけど、うん、ちょっとキャッチフレーズ羨ましいですけどね、なんか欲しいな。あ、レオコ、女子ライターってあんまキャッチフレーズないよね。そう、だから欲しいな。卓上の舞姫ぐらいしかないですよね。あ、そう、そういうの欲しいね。それは二階堂アクちゃんですよ。で、舞姫ってソープみたいでちょっとって、いや、本当やね、本当麻雀卓の上のダンシングプリンセスやで、ね、ってなんか言ってました、なんかの動画で。確かにと思って。ルミちゃんもなんかある。ルミちゃんは天衣無縫だ、うん、そう、滝沢さんはあの越後の奇跡とかいろいろあるんですよ。あの白鳥さん、高田麻雀でな、越後の奇跡とかな、ちゃんちゃら笑っちゃうよな、ほんとな。でも白鳥さんは供託泥棒なんです。あー、すごいっすよ。リーボー溜まったら純強なんや。はい、3000いただきガッサーみたいなやつが供託泥棒。そういうの欲しいなと思う。森本さん、何やろな。てか私はこの高田馬場みたいな地名がついてるの羨ましいんですよね。ああ。でも和歌山のってなっちゃう、うん、そうなんですよ。まあ高田のババちょっとまあ羨ましいです。高田のババ、俺ね、もうちっちゃい時からもう五感には惹かれてたもんね。そうね、ワードがね、キャッチフレーズだから羨ましい。募集すればいいんじゃないですか。しょうもないのしか来ないって。いや、いいのに。じゃあ募集して、募集して、あのいいやつが来たら、なんかレオコのいいグッズをあげればいい、まあ、ね、あげればいいんですよな。募集しますけど。募集しようや。なんかこう霜が強いんですよね、ここの視聴者の人が考えるの。だからやっぱ上品なやつですよね。そう、上品。霜っていうか、うん、ちょっとお色気セクシーな感じあってもいいけど、うん、やっぱな、ちょ、知性の感じ。あ、そうですよね、うん、キャッチフレーズがいいですね。誰かね、皆さん、あのレオコにね、いいキャッチフレーズをつけてあげてください。お願いします。採用された暁にはね、レオコがね、ええもんくれるそうです。ええもん送ります、ね、本当、はい、どしどしご応募ください。よろしくお願いします、はい、じゃあ何あげますか。あ、ルンルンさんには、ルンルンな、うん、フーミンがくれた空海のキーホルダーあげます。ひどい、人様からもらった。話変わってきた、人様からもらったものじゃないですか。だって余ってんだもん、別に。ここに余ってんだもん、ここにあんだもん、なんか空海あげます、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあもう一個紹介します。お願いします。これはね、ちょっと私もこれどういうことだってちょっとすごく思ったんですけど、はい、うん、ペンネーム中村俊介さんからのお便りです。レフティだ、キックがな、はい、そうね、レフティモンいいですか、うん、レオコ姉さん、うん、毎週楽しく拝見しています、うん、先日とある YouTube 番組で、うん、墨田社長が、うん、レオコ姉さんの関係性を聞かれ、うん、愛人と回答していました。ぶっちゃけ、レオコ姉さん的には墨田社長との関係性をどうお考えですか。差し支えなければぶっちゃけトークでご回答お願いします。なるほど、なるほど。あの、初めて聞いたんですけど、うんうん、あのね、違うんですよ。あれ、どの番組やん。
多分生駒さんとのあの実践やったじゃないですか。3人くらい。あ、パチガブの？そう、パチガブの。はいはいはい、生駒さんのカレードのやつや。実践の時に、うん、生駒さんがなんかなんかレオコちゃんってどうなのみたいな。あ、そうや、誰か今おすすめライターいますみたいな話の中で、誰やろなみたいな言ったら、あ、誰かゲストに呼ぼうみたいな、うん、そうそうそう、花の中で、で、レオコさんってどうなんすかみたいな話したら、うんうん、愛人で、愛人ですなんでそんなこと言ったんですかね。あのね、わけがわからないんですよ。ウケるかなって思ったいや、ヤクさん、ウケない、ウケない、多分ウケないです。あ、空中に掘り投げられただけ。そう、え、それ生駒さんどうリアクションするんですか。割とスーやったでな、なんか。だから突っ込んじゃいけないだろうと思ったんじゃないですか。でも使われてたから、この中村俊介さんのとこまで。お前だって本当の愛人だった、愛人って言わへんやろ、なんか。いや、そうですけど、ちょっとグレーじゃないですか、なんか雰囲気的には。よく仕事してるし、だから本当にヤングさんと大木さんと山野さんは死ぬほど言われてきたんですよ。もう三本柱、三本柱死ぬほど言われてきたんで。そんなやるだけで言われるんや。いや、言うよ、そう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 みたいな。なんかえらく重宝されてますよね、多分。あって、あって、だったらもう何だったら、たちの悪い女子ライターなんて。あなた、その大木さんとやってますよねみたいなこと聞かれたとき、いや、私やってない、涼子じゃねえのみたいな、なんかいや巻き込まれが、もうすごいな。いや、んなわけないからさ、みたいな。だからそれも冗談。あ、大木さんやってんのは涼子です。それも冗談ですよ。冗談ですけど、その冗談を受け取った側としては、真に受ける人もな。そうかって思うじゃないですか。今回もそうやんな。愛人ですって言ったら、そう、生駒さん多分、へーって思ったんじゃないですか。内線じゃないなみたいな。小川さんは思わへんやろうけど、そう、内線じゃないなと思う。それ見た人は、そうですよ。なあ、いや、マジでやめてほしいですよ。まず発生するってことですか。いや、それそうや。彼女と愛人の違いってことですか。はい、あんまよく分かってない。あ、でも分かるんです、別に。まず相手が結婚しとることや。そうですよね。まあ、うんうんうん、まあ、男でその女、若いツバメみたいな、はいはい、それもあると思うけど、うん、大半は男が金持ってて、おっさんで、うんうん、すごく年下の若い女の子に、うん、まあ、お小遣いもあげながら、うん、いや、なんかお付き合いをしてるみたいな、うん、家庭とは別にね、うん、それが愛人じゃないですか、うん、多分。ラマンです。本命がいることが多分一個定義かな。本命がね、そう、うん、法的に縛られてる人がおるってことや。じゃないと思いますけど。じゃあもう違うと。違いますよ。ヤングさん的にもそう。あ、うん、あ、そっか。あの結婚してないからってことですか。愛人っていうのは。あ、そう。あ、じゃあ逆にレオコの愛人がヤングってことですよね。そうですよね。ヤングの愛人がレオコじゃなくて、レオコの愛人がヤングってことなんですよね。ねえよ。だからそっちもないのよ。でも世間にはそういったケースあるかもわからんな、他にはな。この間、来店の時に、あの、なんかちょっと思い詰めた感じの人が話しかけられて、あの、ヤングさんと琵琶湖さんって付き合ってますかって聞かれて、多分琵琶湖さんのファンなんですよ。ああ、そういうことか。で、琵琶湖さんのファンで、なんか最近2人で番組始まったんです。で、かつそのヤングさんが離婚したっていう情報が入ってきた。付き合ってるからかなって思ったんですって。だから本当一緒に、ね、ピュアやな。一緒に仕事をやってるっていうのは思った以上にそう思われるみたいな。いやいやいや、まあそうよね。いや、私もちょっと笑っちゃって。もう一回ね、ライターさんになってみるといいですよね。本当、ただ番組やって言ってるだけで付き合ってんのかって。いやちゃうちゃうちゃうってなるやん。いや、だって俺にしてみたらよ、レオコにしてもそうだよ、ビアコにしても、酸いも甘いもな、超えたところでやってるとかあるじゃないですか。な、当たり前ですけど。いや、でもやっぱ一緒に番組をしても1対1でやってるっていうのは、ほんとそうすぐ思われるっぽくて。だから私逆にもうその話乗っちゃおうかなと思ったんですよ。明らかに嘘だから。あ、そうそう、いや、もうええやん、もう巻き散らしていこうや。なんで気づいたんですか。そうそうそう。いや、それでいいんですよ、別に。それってライターさんだからそうやって聞いて思っちゃうんですか。だからちょっと想像力の欠如なんですよ。はいはいはい。カメラが背負ってるところだけで全世界が成立してるわけじゃないからね。横には例えば雑誌の編集もいえばディレクターもいたり。二人きりなわけないですからね。いろんな人と知り合いになってやってるけど、その人たちは全員カメラには映らへんからな。その感じでいくとさ、柴崎和歌子と慎介は付き合ってる。本当やで。だから、うん、いや、絶対そうなっちゃうよ。そう、毎年春の感謝祭ったらあの二人で決まってるからって、やっぱりってなっちゃうの。皆さん、あのね、想像以上に付き合ってないですよ。本当に本当に、仕事仲間ですから。何かあげてください。あ、もうね、
シールです。しょうがないな。これはシール案件でしょう。シールを差し上げます。はい。お納めください。お納めください。というわけで今回はこんな感じで、はい、まあ終わりとなる。なんか僕の話題が多かった。そうですね。うん、いや結構ねいろいろとあったんで。あ自分の話嫌なんで、ね。削られるとねなんか。いや私たちそれ山ほど言いたいことあります。でもサムネはヤングの愛人かみたいな。そう出てるじゃん。でまたさあヤマ、ね、ヤング愛人説になんかはっきり答えますレオコがみたいな。ヤング愛人か否かみたいな。おうおうないからみたいな。ね本当皆さん釣られてください。はいはいね、お便りをね待ってます皆様。はい、ハガキというかメールだけじゃなくてね。何でもいいので。ちょっと面白い写真とか。そうそうそうね、うん。たくさん。あのね。苦手だなって人は写真でも何だっていいんだよ。あとねもう渾身のねイラストの。あ、イラストいいですね。そう、イラスト送ってほしいですね。パチンコ雑誌のお便りコーナーすごいのあるじゃないですか。まあちょっと私はちょっとコメント差し控えますけど、すごい、マジかみたいな、ね、ありますあります、びっくりするようなのありますよ。この筆圧とこの書き込みみたいな。銀座さん多いよね。あ銀田舞ちゃんの似顔絵とかね、はいはいはい、だライターさんの似顔絵とかでもいいんで、はい、得意な人はね、うん、この2人だけじゃなくていいですよ、うん、本当あの伊藤さんのプーマさんみたいなやつ、あれはすごすぎる、あんないいやつ、あれ金がかかるやつや、そうですね、金払わなきゃやつや、あんな労力をかけなくてもいい、そうそうそう、いろんなものをお待ちしてますんで、はい、ぜひねご協力ください、何か、はい、もうぐちゃぐちゃだったら今回こんな、はい何かちょっとそこうまくいかないと、愛人説ほんまっぽいですよ、ね、介護が始まるからぜひね皆様ご協力くださいということで今回はこの辺でお別れでございます。ご視聴ありがとうございました。さようなら。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。